こんにちは、つるたにです。今日はですね、コメントをいただいたんですが、くせ毛の方の乾かし方を教えてくださいっていうコメントをいただいたので、こちらを今回は徹底的に解説していきたいと思います。まず皆さんに知ってほしいのは、くせ毛の方っていうのは水素結合っていう結合がすごく重要になってくるんですね。これは髪の毛の中にある結合で、くせ毛の方っていうのは、例えば結合っていうのはこういう感じで手をつないでる状態なんですが、この手のつなぎ方がすごく歪になってしまってるんですね。そうなることによってウェーブが出てしまいます。そして直毛の方はこの結合がまっすぐ手をつないでる状態になります。まっすぐ手をつないでるので直毛になるんですね。この水素結合っていうのは水に濡れると手を離します。乾くとくっつきます。なので乾かすときにしっかりと手をつながせて引っ張りながらまっすぐ矯正していくことによって直毛に変えることができるんですね。ただ濡れることによってまた戻ってしまうので、濡れないようにするっていうのが一つのポイントと、まっすぐ引っ張りながら乾かすっていうのが二つ目のポイントになるんですね。そしてここでもコメントをいただいたんですが、髪の毛って引っ張ると傷むのに、なぜ乾かすときに引っ張るんですかっていうコメントをいただきました。この部分に関してはすごく痛い質問なんですね。それはなぜかというと、引っ張って乾かすことによって水素結合がまっすぐになるので直毛になるんですが、引っ張って乾かさなければくせ毛が伸びないんですね。なので引っ張りすぎるのもダメだし、引っ張らなさすぎるのもダメなんです。引っ張る加減ってどれぐらいなんですかって聞かれると正直何とも言えません。なので毎日乾かすときにこれぐらい引っ張ったら癖が伸びるなっていうところを見極めて覚えておいてください。では今回は技術でレクチャーしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。では始めていきます。ビフォーの状態になります。こちらを伸ばしていきたいと思います。お風呂から上がったら優しくタオルドライしてください。優しくです。ガシ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 タオルドライしてしまうとバサつきの原因になってしまったりとか、髪の毛の痛みの原因になってしまうので、優しく揉み込むようにタオルドライをしてください。次にウェット用のブラシであったりとか、粗めのコームで毛先から丁寧に溶かしていきます。この際に絡まりがひどい場合はミルクタイプのトリートメントを先に毛先につけてから溶かすようにしてください。溶かせるような状況じゃないのに無理やり毛先から溶かしてしまうと痛みの原因になってしまうので、溶かせない場合は毛先にトリートメントをつけてから溶かしてください。今回は毛先からタングルティージャーのウェットリタングラーで溶かしていきたいと思います。こちらは濡れ髪用になるので、濡れ髪を溶かすときにもつれずに引っ張らずに溶かすことができます。このブラシを持ってない場合は100均とかでこういうジャンボコームが売ってるので、こういう粗めの目をしたくしを選んで毛先から溶かすようにしてください。コームタイプの場合は結構ガッて引っかかりやすいので丁寧に溶かすようにしてください。毛先から溶かしていきます。引っ張らないように丁寧に溶かしてください。くせ毛の場合は根元付近までチリチリしている場合があるので、根元もきれいに溶かさないとツヤが出ないので、根元付近も丁寧に溶かすようにしてください。このような感じできれいに溶かしました。次にミルクタイプの洗い流さないトリートメントをつけていきます。今回はミルボンの L10 プラスをつけていきたいと思います。価格が2600円の税抜きになります。このトリートメントはドンキやハンズやロフトでも購入できますし、楽天アマゾンでも購入できます。なぜこちらを選んだかなんですが、シリコンをベースに作っているので手触りは良くなります。さらにケラチンが入っているので毛髪補修成分も入ってます。そしてコラーゲンも入っているので保湿も高いですし、アルガンオイルなどの植物油も入ってます。なので保湿もしっかりとできます。内部にしっかりと栄養分を入れてシリコンでコーティングして、さらに植物油でコーティングできるっていうミルクタイプのトリートメントになりますので、こちらを使って髪の毛の中の保湿をしていきたいと思います。ミルクタイプの洗い流さないトリートメントのおすすめをよく聞かれるんですが、このミルボンの L10 シリーズのミルクもすごくおすすめなので、よかったら使ってみてください。まず手のひらに2プッシュぐらい出します。手のひらに広げて毛先中心につけていきます。
この際に根元の方もうねうねとかパサパサしやすいのであれば根元付近ぐらいまでつけてください。頭皮につけるのはあまり良くないのでパサついてる髪の毛であったりとか毛先中心につけるようにしてください。少し揉み込んであげると髪の毛の中まで浸透していきます。次に溶かすんですが、この際は少し細かめのコームの方が髪の毛一本一本にトリートメントをなじませることができるので引っ張らないようにこのような感じで溶かしていってください。ミルクを髪の毛の中に入れることによって空気中の水分が髪の毛の中に入ろうと思ってもミルクタイプの保湿成分が入っているので入れない状態ができるんですね。入らない状態ができることによって水素結合が切れにくくなるので癖の戻りが遅くなります。なので先に髪の毛の中にミルクタイプのトリートメントを入れました。次に乾かしていくんですが、乾かす際のドライヤーは遠赤外線機能がついたドライヤーがおすすめです。それはなぜかというと、先ほど言った水素結合の話になるんですが、水素結合っていうのは水に濡れると切れます。乾くとくっつきます。乾く際にまっすぐ矯正していくことによってストレートになるんですが、水分が残ってる状態になる。この水素結合がくっつかないんですね。くっつけるために遠赤外線の力っていうのは髪の毛の中から水分を飛ばすことができるので早めに水分を飛ばすことができます。なのでまっすぐ矯正しながら遠赤外線ドライヤーで乾かすことによってスピーディーに結合がまっすぐ矯正されてストレートヘアに仕上がります。なので遠赤外線みたいな髪の毛の中から水分を飛ばすドライヤーを選びました。マイナスイオン機能がついたドライヤーでも全然乾いてまっすぐにできるんですが、髪の毛の中にマイナスイオンっていうのは残ってしまうと水分が残った状態になるんですね。水分が残った状態になることによってくせ毛が早く戻りやすかったりするので、髪の毛の中にはできればくせ毛の方は水分をあまり残さない方がいいと思うので遠赤外線ドライヤーの方がおすすめです。乾かす順番なんですが、前髪が短い方は前髪から必ず乾かしてください。前髪っていうのは短いと乾きやすかったりするので、くせ毛に関しては乾いてしまうと癖を戻すのってすごく難しくなるので、乾いてしまったら濡らし直さないといけないんですね。なので前髪から一番最初に乾かします。前髪が長くても前髪の癖が気になる方は必ず前髪から乾かすようにしてください。前髪が乾き終われば後頭部から乾かします。後頭部の根元から乾かすようにしてください。前髪を乾かす際はまず丁寧に溶かします。溶かし終えたらしっかりと引っ張って乾かしていくんですが、このようにつまみながら乾かすと癖が強い部分は伸ばしやすいです。あまり癖が強くない場合はざっくり引っ張りながら乾かしてもらっても大丈夫です。まず向かって右側からまず左側に乾かします。そして次に左側から向かって右側に乾かします。そうすることによって綺麗に前に降りてくれます。最後に馴染ませていきます。綺麗に溶かすとまっすぐ綺麗に前に降りてます。乾かすときは指と指の間で挟んで引っ張りながら伸ばしていきます。このような感じで挟んで伸ばしてもいいですし、中から手を入れてもらって引っ張りながら伸ばしてもらってもいいです。まず根元から乾かしていきます。毛先から乾かしてしまうと毛先より根元の方が乾きにくいんですね。そして風っていうのは根元に当てたら必然的に毛先まで風が行くので毛先って勝手に乾いていくんですね。ただ毛先から乾かして毛先が乾いた状態で根元を乾かしていくと、先ほど言った必然的に毛先に風が流れていってしまうので、根元が乾いてない状態で毛先はどん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 乾いていってパサつきの原因になります。パサついてしまうとスポンジのようになってしまうので、逆に水分を吸いやすくなってしまうんですね。なので絶対に根元から乾かしてください。水分を吸いやすい状態にしてしまうと空気中の水分を吸ってしまって癖が戻ってしまいます。なので必ず根元から乾かして最後に毛先を乾かすようにしてください。
顔周りなんですが、ドライヤーを下から当ててしまうとここが膨らんでしまってボリュームが出たりとか、下から風を当てることによってパサパサ乾いてしまうので広がりの原因になってしまいます。くせ毛の方とかはできれば上から下に風を当てるようにしてください。ただボリュームを出したい場合は下から風を当てた方がボリュームが出るので、ボリュームを出したい部分だけ下から当てるようにしてください。極力上から下に向かって風を流すようにしてください。上から下に風を当てることによって髪の毛の一本一本にキューティクルっていう蓋をする部分があったりとか、ツヤを出す部分があるんですね。この部分をきれいに閉じることによって髪の毛の中に水分が入りにくくなるんですね。なので上から下に当てることによってキューティクルを閉じる効果もあるので、ツヤが出やすかったりとか、くせ毛の戻りがなくなるのでおすすめです。顔周りなんですが、できればですがボリュームを出さない方がいいと思うので、上から下にまず根元から乾かしていきます。ある程度乾き終わればまとめてこのような感じで毛束を取って、ドライヤーの風を上から下に当てながら引っ張って乾かしていきます。ドライヤーの風を上から下に当てることによってキューティクルが綺麗に整ってツヤが出ます。髪の毛が多い方は2段とかに分けてまとめて手と手で挟んで伸ばすようにしてください。手ではなくてロールブラシで伸ばしてもらってもいいです。ロールブラシの方が手より髪の毛一本一本を引っ張って綺麗に伸ばすことができるので、ロールブラシの方が綺麗にくせ毛が伸びると思ってください。くせ毛が強い方はツインブラシがおすすめです。それはなぜかというと、髪の毛一本一本をロールブラシの場合は下から綺麗に溶かすことができるんですが、これは両面からしっかりと挟んで、挟んだ時にしっかりと引っ張れるんですね。引っ張れることによって髪の毛の下も上も綺麗に伸ばすことができるので、強いくせ毛の方とかはすごくおすすめです。ただかなり引っ張る力が強いので、挟みすぎるとかなり強く引っ張ってしまってダメージの原因になるので、取る毛束は極力少なくして取った方がおすすめです。根元の方も癖が強い場合はしっかり根元から挟んで、ドライヤーの熱を上から当ててゆっくり滑らせながら伸ばしていきます。そうすることによって髪の毛を上下から挟んで癖をしっかりと引っ張って伸ばすことができるので、綺麗な直毛に仕上がります。乾き終われば最後に冷風を当ててキューティクルを引き締めてツヤを出していきます。最後にオイルコーティングをして髪の毛の中に水分が入らないようにします。今回はエルジューダのメロンセラムを使いたいと思います。こちらはちょっと軽い仕上がりになるんですが、なぜこれを選んだかというと、最初につけたミルクが少し重たい仕上がりになるので、メロンセラムで上からコーティングをしてベタつきがないようにするためにこちらを選びました。エルジューダのメロンセラムにもケラチンタンパク質が入っているので、オイルにしては栄養分が入っている種類っていうのは少ないので、今回はエルジューダのメロンセラムを使ってコーティングしていきたいと思います。手に2プッシュぐらい出します。手に広げて毛先中心につけていきます。毛先中心につけて表面のパサつく部分にもつけておいてください。
しっかりとつけることによって髪の毛の中に水分が入りにくくなるので癖の戻りが遅くなります。前髪の癖が気になる方は少しだけつけるようにしてください。全体につけて手に残ったオイルを少しつけるぐらいにしないと前髪がペタってなってしまうので少しずつ丁寧につけるようにしてください。最後にコームで綺麗になじませて完成になります。このような感じで完成しました。髪の毛の中にミルクタイプの栄養分をしっかりと浸透させて最後にオイルコーティングすることによって髪の毛の中に水分が入りにくくなります。そして乾かす際にうねってしまってる水素結合を引っ張って矯正しながら乾かすことによって直毛が仕上がります。この2つのポイントを抑えることによってくせ毛の戻りが遅くなったりとか綺麗にくせ毛を伸ばすことができるのでぜひ実践してみてください。はい、このような感じでご説明させてもらいました。今後もこのような感じでくせ毛に関しての動画もたくさん配信していきますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画の評価もグッドマークぜひよろしくお願いします。長い間ご視聴ありがとうございました。鶴谷でした。またよろしくお願いします。